さあ BGM に乗りましてレースクイーンの皆さんがグリッドボードを持って今登場しております。ではこれからは2023オートバックススーパー GT ラウンド6スモー GT 300キロレースのスタートセレモニーと参りましょう。まずは各チームのレースクイーンの皆さん、その昨日予選で獲得をしましたスターティンググリッドのポジションに、カーナンバーが入りましてグリッドボードを持って入場しています。はい、来ました。クラスも はい、来ました。はい、来ました。はい、来ました。さて時刻は12時32分電話の選手たちです。このマシンがスタートドライバーに入りまして大丈夫かな。皆さん、それぞれの
チームというのが決まっているかわかりませんけど、まあ、そうでないチームであるとしてもですね、最速で、一番ですね、はい、タイムでポジションを紹介しました。トリプル1つのスタートですから、そういったことを関係なくですね、皆さんが参加されているので、私はそのチームに頑張っていただければと思います。さあ、今日はですね、この番組はですね、まあ、ワンショットワンショットで、各チームにですね、レースメイトの皆さんをですね、このやり取りなどを持っている姿が伝わっているというわけですが、そこはですね、サンタビジョン、こちらがまずそれ、公式映像のところにですね、停電ワークをお送りしてしていただきたいと思います。あとですね、同じ営業を同じ構成については、まあ、ちょっとですね、ちょっと電波の環境を悪いことがあり、あるいはちょっとですね、スピードを落としているということもあるんですけれども、一応ですね、ブルーミューマルチというアプリを使っていただきますと、場内放送が、皆さんの携帯のですね、デバイス、例えばセルスマートフォンで下がってくるとか、スペーサーなどで、ラジオ局の場所を使用できるようになっていますので、合わせてお知らせいただければと思います。それからスポーツランド放送はですね、こちら FM 放送を流れておりますので、FM 放送と合わせて、はい、来ました。さあ、ピットロードの出口、ここまで3分前となりました。ピットロードの出口、ここまで3分前となっております。現在